これはあれか、糸ちゃんかだよね、おそらく。糸ちゃんは何なんだろうな。あ、違うわ、これは、この SIF っていう人たちが入ってきたんだ。これ政府側ってことだよな。クローンかよ。なんで同じような見た目のやつ多いんだよ。火炎放射。いやでもまあこれぐらいのことはするよね。政府としては何としてもここを取り返したいわけだもんね。やっぱ国って終わってんな。監視ルームに集まった面々に進藤が今の状況を説明した。タイムトラベラーについてのこと、スケルトンが起こそうとしている東京消滅について、シリンダーラボの真実、突拍子もない話ばかりだったが、その場にいる者たちは自然と受け入れていた。自分がタイムトラベラーだなんてなんだかピンとこないね。まあそりゃそうだよな。その力をうまく使えば私たちでも俊介さんを止められるかもしれない。ちょっと言っておきたいことがあるんです。どうした？東京消滅とは別に何かをやろうとしている。そうなんだよ。ユーリは糸山が地下に潜入したことを話した。糸ちゃんはマジで何なんだ。周一郎たちを撃っていることから糸山はスケルトンの仲間ではないはずだ。とはいえ東京消滅を止めることが目的とも思えない。糸山はシリンダーラボの奥で何をしようとしているんだろう。ユーリとヒナは不安げに表情を曇らせた。その女の狙いはともかく、俺たちはやらなきゃいけないことをするだけだ。同感だな。いやでも野放しにするのも危ないと思うけどね。東京消滅は絶対に止める。ちょっと待ってください。私たちはともかく、ユーリ君はまだ高校生なんですよ。関係なくない？いいんですか、こんなことに巻き込まれて。うん、全然いいよね。東京消滅が起きてしまえばどこにいても一緒ですよ。そらそうだ。決まりだな。高校生はもう立派な大人だよ。俺たちが目指すのはここだ。スケルトンの目的地もそこか。そうだ、この最深部で奴を止めれば東京消滅を阻止できるんだね。え、でももうこれさ、もう5人集まったってことはもう、え、またこっから分かれて行動するのかな。進藤がシリンダーラボの最深部に向かうルートを検索した。すると最短ルートが2通り表示された。ルートは2つですか。だったら2組になった方がいいね。あー、なるほど。ただしこいつらも出てくるわけだ。レッドショルダー、レッドショルダー、赤い肩。シフは、隊員同士を認識するため左肩に赤いショルダーパッドを装備している。シフの容赦のない鎮圧手法が認知されるにつれて、レッドショルダーは反政府活動家たちにとって恐怖のシンボルとなっている。あー、シフが投入された。シフって何？シフ、シフ特別介入部隊、国家特殊事案対策本部所属の準軍部隊で、準軍事部隊であり、警察自衛隊と並ぶ第三の武装組織と呼ばれる。かっこいい。多発する、ボート鎮圧テロ対策の切り札的存在とされ、問題解決のためには射殺も辞さない強硬な姿勢には批判も多い。まあ多いだろうね。でも、まあ、時代が時代だしな。そういう奴らがいてもおかしくないよね。国家特殊事案対策本部所属の危険な連中だ。国家事案対策本部、国家特殊事案対策本部。未知のロストホール現象に対応するために設置された内閣直属の機関。新エネルギー国家管理法をめぐる政府再編を経て、ロストホール対策事業を名目に都市計画や治安維持に至るまで広い権限を有するようになる。あー、やりたい放題だな。任務遂行するためなら一般人に被害が出ることも厭わない。やばいやついそうだよな。そんなやつらとドクロの連中を突破しなければ最深部にはたどり着けないってわけだ。じゃあどうやって二組に分ける？くじ引きでいいじゃないですか。だって運命で集まったんでしょ僕たち。じゃあもう直感でよくない？違いない。どういう別れ方するんだろうな。ああ、何？勝手に決められちゃった。なるほど、もう A と B なんだ。なんかちょっと嫌だな、終わり近づいてる感があって。じゃあまあ A から行きましょうか。このチーム強そうだな。まあでも神谷有利も強いか。今の音は？シフって連中が突入してきたんだろう。静かに。立ち合わせたらもう間違いなく殺されるよね。潰し合ってもらうぐらいがちょうどいいんじゃないの。勝手にこいつら同士で。奴らもシフに気づいたようだな。急ぐぞ。はい、はい、
開かないね。電源が落ちてるみたいだ。どうしたらいいの？ユーリ君とケイジさんのルートに集中配電設備があったはずだ。そっちを操作してもらえばいいんですね。何か聞こえたぞ。見つかっちゃったみたい。ここにめっちゃ耳いいやん。一旦戻るぞ。何が聞こえたの？ピッ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 っていう音が聞こえたのかな。はい、ありがとうございます。お願いします。ユーリ君たちには伝えました。あ、電波入るな。神道さん、僕が出て行って時間を稼ぎます。無茶です。ウサンチさんもうボロボロじゃないですか。でも僕が戦うしか。ヒーロー君、時には体よりも頭を使え。見ろこれを。お、いいコンビかもしれないな。崩して通路を塞ぐ。でもどうやって。あいつを使う。パワーローダー的な。誰が動かすんですか。クレーン。誰がクレーンを動かすか。あ、なに、僕が動かします。神道さんお願いします。ひなさんお願いします。いや、これなんかちょっと難しそうだな。神道が適任でしょう。ここは神道さんに任せよう。この人は何でもできそうな感じだし、機械強そうだよね。きっとクレーンの操作だって上手なはずだ。神道さん、ひなはないでしょ。ヒーロー君は彼女を頼む。か弱い女性を守る。これぞヒーローの仕事だ。か弱くないよ、この人。相当たくましいよ。神道さん、喜んで。気をつけてくださいね。そっちこそ気をつけてくれよ。あんたにはこれから大事な仕事が待ってるんだからな。大事な仕事？やつの会の説得じゃない？ひなちゃんはでも間違いなく鍵握ってるよね。ひなちゃんが一人とは思えないんだよな。あと青い人が何者かだよね。そうか、青い人とイトちゃんの謎が残ってるし、まだ結構続くのかな。俺は後で必ず合流する。君たちはこの隙に進め。どうする、このままじゃ神道さんがやられちゃう。やられない、やられない、大丈夫。ひなさんを守らなきゃ。神道さんを助けなきゃ。いや、神道は大丈夫だと思うな。ひなさんを守らなきゃ。か弱い女性を守るのがヒーローの役目だよ。ひなさんには大事な仕事がある。神道さんはそう言っていた。ヒーロー君は彼女を頼む。そうだ、僕は神道さんにひなさんを任されたんだ。ここは神道さんを信じてひなさんと先に進もう。下手に助けに入ればひなさんまで危険になる。ひなさん、行こう。でもいいから。ダメだ、まだ電源が入っていない。おお、なんでしゃがまない。当たるでしょ、あんなの。あ、でもブロックが結果オーライなのかな。え、これ神道助けた方が良かったのかな。神道さん、無事ですか。大丈夫だ。ただそっちには行けそうにない。え、俺は別のルートを探す。だから先に進んでてくれ。でも俺の心配なら無用だ。後で合流する。神道が一番たくましそうだからね。わかりました。大丈夫だよ。ひなさん、僕たちだけで先に行きましょう。神道さん、必ず合流してくださいよ。約束ですからね。いや、どうなんだこれは。俺のことは博士とよい。え、あ、あ、これまずった、もしかして。これはどっち。タイムロックなんだ。タイムロックなんだ。はーん。ってことは、今度は B チームを進めればいいってことだよな。タイムロックなんだな。よし、行くぞ。あ、でも B チームの中でも神谷相馬って出てたけど、これ何？操作する人選べるってこと？ちょっと後でタイムチャート見てみるか。ちょっと待て、どうしたんですか？上で爆発音が聞こえた。さっき言ってたシフってやつですか？多分そうだろう。グズグズしてられないな。なんかさ、俺このタイムトラベラーズのさ、会話のテンポすげえ好きなんだよな。ちょっと早めにかぶせるじゃん、会話。なんかこのテンポすげえ好き。もしもし、あ、ひなさん、どうしたんですか？どうした？はい、わかりました。ひなさんたちが立ち往生しています。こっちにある配電設備を操作してゲートの電源を入れてほしいそうです。配電設備の場所は確認しました。早いな。了解しました。やってみます。待て、ユーリ君、慎重に行動しろ。奴らが周りにいるんだぞ。のんびりしていたらひなさんたちが。だからといって君に何かあったら意味がない。でこぼこだな、こいつら。
僕が死んでも誰かを助けられるなら。おい、いやこれは神谷としては見過ごせないんじゃないの、この感じ。有利の赤を言うな。死ぬことを前提に行動してどうする。怖いよね、普通に考えて。こんな状況平気で銃撃ってくる奴らが5万といるんだよ。ダメだ、電源が入らない。来い石棺。何をするんですか。君にもしものことがあってあっちに行った連中が喜ぶと思うか。ロストホールの時、ここの研究員の人が命を捨てて俺を守ってくれたんです。その研究員っていうのが誰なんだ。誰かを助けるためなら僕だって命をかけないと。命をかければいいってもんじゃないよ。家族を守るためには命をかけてもいいと思ってる。それなら同じじゃないですか。君は自分の命が大切か。え、自分の命を大切にしているもの、大切な人たちのために生きたいと思うもの、そういうものが死を覚悟してでも行動する、それが命をかけるということだ。今日君と同じような目をした女の子に会った。歳も一緒ぐらいじゃないのかな。その子も目的のためなら自分の命なんかいらないという感じだった。みこっちゃんのことだよね。俺はここに来る前にその子に息子を任せた。その子を信用していたんですね。俺はその子を死なせたくなかった。息子を任せれば危険なことから遠ざけられると思ったんだ。その子なんていう子なんですか。みことって言ったな。え、どうした。僕の知り合いにもみことって子がいて。え、でも別人ですよ。僕の知っているみことはそんな思い詰めるタイプじゃないし。いや、何周もしてるみことだよ。あいつは一言で言うならジェットコースターみたいな子です。ジェットコースターか。俺も会ってみたいな。君にも大切な友人がいるんだな。友達ぐらいいますよ。だったら俺の言葉の意味がわかるはずだ。友達ぐらいがいない奴だっているんだよ。君は心に重い荷を背負っているかもしれない。おう、刑事さん援護してください。くそ、どうしてわからない。年頃なんだよ、そういう自分が身を挺して前に出ることがかっこいいって思ってる年頃なんだよ。あの電源を入れるつもりなのか。オッケー、プリングシネマイベントでしょ、任せてくださいよ。何だってやりますよ。おい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 、俺にやらせろ。あ、いかん、弾切れだ。敵の銃を奪うしかないんだよ。くそ、ユリ君。映画かよ。あ、あれか、沢木の拳銃か。沢木、お前の銃に助けられたよ。刑事さん、てか命中率すごいね。これでひなさんたちも先に進めるはずです。タイムロック解除。これ心配になるな、この二人。とりあえず無事でよかった。はい、仲良くしろ。抱き合いながら進め。もっとこれで次ひなたちの方を進めればいいんだな。おいっていい。何、糸ちゃんが違う、レッドショルダー。しまっていくよ、しまっていくよ、入りな。まずい、はい、ゲートへ飛び込め。ユーリ君の盾に、いやゲートへ飛び込め。そのゲートに飛び込め。2人とも生き延びなきゃ意味ないよ。ほい、なんでユーリ先に行ってください。バカ言うな。ああ、くそ、ニアリカ。これどっちを行かせるかで未来変わったりしたのかな。開け、開いてくれ。くそ、くそ、くそ、ニアリカ、ニアリカ。これまずった、やり直した方がいいのかな。それともどこかが詰まるまでこのまま進めるしかないのかな。なんてことだ。ユーリ君、すまない、君を助けられなくて。俺を憎んでくれ、俺を恨んでくれ。なんだなんだなんだ。ユーリ君、本当にすまない。それでも俺は先に進む。この判断ができるのは強いね、神谷のメンタルの強さだな。
先に進んでスケルトンを止める。命に代えても東京消滅を食い止めてみせる。いよいよ最深部か。いや正直本当になんかこれぐらいの長さでいいんだよな。タイムロック、なんかこれぐらいの長さでこれぐらいのテンポがすげえいいわ。あ、減っている、すごく減っている。タイムトラベルチャート見ていいですか。これどうなっとんだい。あ、でも一応こうやって分かれてんのか。あ、でもこれは18時代までの話か。あ、でも刑事編、ルサンチ編、トゥービーコンティニューになってるな。これはこのままチームを進めていけばいいのかな。いくよ、頑張れよルサンチマン、ヒナを守ってくれ。やった、神谷さんとユーリ君がやってくれたんですね。そうだね、僕らも先を急ごう。ええ、けど進藤さんは。進藤さん、僕はヒナさんを守り抜きます。だから必ず後で合流しましょう。大丈夫、進藤さんなら大丈夫だよ。はい。あ、登るしかなさそうですね。うん、なんでこんなことになってんだよ。あ、でもあれか、昔の残骸かな、ロストホールの時の。大丈夫か、気をつけろよ、前見ながら行け。銃持ってるやつがいるかもしれんよ。行けるよ、ヒナさん頑張って。なんだあれ、はい、荷物みたいなのあったけど。ここが最後のゲートだ、この先が最深部だね。頑張って、あともう少しだから。すみません、なんだか急に。大丈夫です。僕は進藤さんから聞いていたパスワードを急いで打ち込んだ。爆発音がだんだんと近づいてくる、急がないと。ドクロたちでしょうか。シフってやつらかもしれない、早く行かないと。レッドショルダーね、やつらはやるよ。あ、最深部だ、オープニングのところだ。わあ、すごい。正面、くそ、なんだ一体。ここまで来て、誰が撃った。ひなさんも撃たれたのか。誰に、なんだ、何が起きてるんだ。あ、糸ちゃんな。反粒子を取り出してこちらに渡せ。それは無理だ、すでにコンタムエネルギーは制御不能。何、糸ちゃんが黒幕なの。反粒子を安定的に保持することはできない。なぜだ、なぜ制御できない。誰なんだ、誰なんだあの女は。これまたタイムロックか、それともやり直した方がいいのか。でも選択肢特になかったもんな。あ、博士。これはブラックホールというやつでは。これまずいのでは。あ、てかこれがロストホールか。あ、これダメじゃん、タイムストップ。やり直さなきゃダメだよな。女の銃撃、ヒント、19時以降はヒントはありません。ここから先はあなた自身の手でタイムトラベラーたちを結末に導いてください。じゃあヒント出すなよ。ふざけんじゃねえ、ヒントって書いてあったから見たんだろうよ。なんだ、やっぱ進藤は最深部に連れてかなきゃダメだよね。ってことはやっぱり選択肢を変えた方がいいんだけど、進藤を助けてみるか。じゃあ、まあこれもこのゲームの醍醐味だよな、選択肢を変えて結末を変えるっていうのは。進藤さんを助けなきゃ。でもヒナも無事じゃないとダメなんだよな。僕が進藤さんを助けなきゃ。でもどうやって、このまま行っても銃には対抗できないし。頭を使え、ルサンチマン。あれは、ここを助けるとタイムストップが解除されるといいんだけど、あの描写確実に進藤は死んでるもんね。
なんだ、何をする気だい、ルサンチマン。なんだ、パワーローダーだ。え、でもこれ逆に危ないのでは。発光の的だよ、お前。カモン、あ、見たかった、カモン。カモンはいいからブロックを崩せ。はい、カモンはいいから。え、こんなのお前何、その贅肉防弾チョッキンでもなんのか。危険でしょ。でも倉庫でバイトしてたことはあるって言ってたもんね、ルサンチマン。まさかこの結果、働くのも悪くねえな、ルサンチマン。神道さん、神道さんを守らなきゃ。お前が唯一働いた経験が今生きてるんだぞ。ヒーローの力を舐めるな。これはヒーローの力じゃない、パワーローダーの力だ。この距離で撃たれてたら死んでるだろ。なんで無事なんだよ。これ大量のレオン・ケネディ、頑張れ。おりゃやったか、ヒーロー君、ご苦労。よし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 。あとはユーリ君からの連絡待ちだ。ってことはやっぱりユーリも生かしておいた方がいいよね、これ絶対。ユーリの盾になった方がいいのか。ちょっとかすっただけだ、何の問題もない。普通銃かすったらめちゃくちゃ痛いんよ、肉えぐれるでしょ。し、行くぞ。ルサンチさん、どうかしたんですか。え、何が。何でもないけど。お前撃たれたやろ。そうですか。さあ急ごう。ちょっと足引きずってたじゃん。腹だった。でもこれはどうなんだ、いいのか。ちょっとこれは何でもなくはないかも。参ったな。でもそうするしかないよね、他に。行ってらっしゃい、あなた。うん、行ってくるよ。チッこの野郎。チェ、弱すぎるよ、名乗りを決める暇もない。死ぬじゃんこんなの。必要なんてないさ、この町にお前のことを知らない奴などいないからな。本間くん、最高だよお前は。思春期の妄想やん。30代がやっていい妄想じゃねえよこれは。早見くん、小井村さん、かけるくん大好き。ちいちゃん、恥ずかしいよ、みんな見てるって。かけるくん、ずっと一緒にいようね。おじいちゃんとおばあちゃんになっても一緒にいようね。お、プロポーズじゃん。かけるくん、私より先に死んじゃダメだよ。そうだぞ、死んじゃダメだよ。分かってるさ。じいちゃん置いていくんかお前。かけるくん、かけるくん。お、開いたぞ。神谷さんとユーリくん、やってくれたんですね。よし、行こう。ルサンチさん、どうかしたのですか。どうかしたも何も。おかしいでしょこの状況。ちょっと疲れちゃってね。絶対怪我してるじゃん。でも休んだから平気だよ。ひなちゃん、なんだこれは。これはでもどうなんだろうな、よかったのかなこれで。まだタイムストップは解除されてないもんね。まずいな、この山を登るしかない。そうですね。まさかもう主婦って奴らがここまで。ダメだ、瓦礫を乗り越えたところでこのままじゃいつかみんな捕まっちゃう。どうすればいいんだ。あ、そうだ、あれがあったじゃないか。僕に考えがあります。考え？パワーローダー？何これ？なんでそんなものを持っているんですか？爆弾？これをセットしますから、二人は先に行っててください。ルサンチさんは？僕はタイマーをセットしたら追いつきます。タイマー？ちょっと待て。どうしたんですか？男だね。いや、なんでもない。さあ。早く行ってください。任せていいのか。ルサンチマン犠牲になる気だ。うん、よし、ヒナ行くぞ。でもそうだよね、神道とヒナが奥に行かないとダメだもんな。いや、お前は本当にかっこよかったよ。なんか変です。お前、あれ気づけじゃないですか。急げヒナ。え、神道さん、ちょっと待ってください。タイマーをセットなんて嘘なんだ。この爆弾は次元装置を外しちゃったから直接スイッチを押すしかないのさ。自爆する気か、ルサンチマン。神道さんは気づいたみたいだけど、よかった、僕の気持ちを分かってくれて。でも神道はね、これ犠牲に
するっていう、なんていうのかな、決断を厭わないってことは多分元に戻すつもりなんじゃないかな、こういうことが起こる前に。だって誰かがやらなきゃこの先に進めないんだから。新藤さん、どうしてですか？ムサンチさん怪我してましたよ。新藤さん早く助けに行かないと。新藤さんどうして？言ってどうする、組んでやってくれ。あいつらに殺されるか。ですけど、ヒーロー君は俺たちだけでも助けようと思ったんだ。ヒーロー君の決意を無駄にしちゃいけない。ヒーローに花も出してやってくれ。じいちゃん、あやみくん、小井村さん、ナパ、ただのくん、ごめん。こんなことならちゃんとお別れしてくればよかった。でも許してくれるよね。僕はこの世界をみんなを守るんだから、かっこいいぜ。いや怖えだろうな、爆弾のスイッチを押すなんて。ねえ、どうしてルサンチなんて名前に星が入ってるの？角はヒロみたいなもんじゃないの？それは照れないで教えてよ。星になりたくて。星に？死ぬやん。ほら、ヒーローってみんなにとって輝く星だと思うんだよね。だから僕も星になれるように名前に星を入れたんだ。星になれたらいいな。そしたらずっと見守っていられるから、この町やちいちゃんたちのことを空からずっと見守っていられるから。なりたいな、星に。慣れたかな、星に。ルサンチマーン。今前を向こう。進むしかねえよ。ああ、かける。かっこよかったぞお前は。ヒーローだよ。これはタイムストップ。え、タイムストップなんだ。19時。え、タイムストップなんだこれ。ってことは、ダメな選択だったんだ。え、マジか。どうしよう。でもこれ震度9号は特にタイムストップかかってないってことは、震度9号を進めるしかないってことか。ここタイムロックかかってんだよな。ちょっと震度9号行ってみるか。トゥービーコンティニューのままだけど、震度9号だけ進んでんだよな。俺が開ける最後のゲート行くか。詐欺師編、俺が開ける最後のゲート。これが最後のゲートだ。この先に保管施設がある。いやでも有利いなきゃダメな気がするんだよな、なんとなく。疲れたか。すみません、なんだか急に。その奥で少し休んでおけ。その間に俺はちょっとやることがある。それにさっきも言ったが、あんたには大事な仕事が待っているんだ。その大事な仕事って何なのでしょうか？よし、これでユーリ君たちも向こうのゲートを通過できるはずだ。動くな。誰？レッドショルダー。どうやって入ってきたんだ？何をしている？さあ、誰でしょう？どこから入ってきたんだ？動くなよ。動くんじゃない。そこでじっとしているんだ。建物内にいる者には射殺許可が出ている。質問に答えろ。震度9号、38歳、量子力学が専門の天才物理学者だ。ここで何をやっている？ただの見学。
ゲートを開けようとしていたな。はあ、何の話だ。開けろ。だから何の話だって。開けろと言っている。でも開けるしかないんじゃない。もうこれ話をごまかして時間稼ぎをするのはたやすい。しかし下手をすればヒナが見つかってしまうかもしれない。ヒナの安全を考えるならゲートを開いて奴らを行かせてしまうことだが、さてどうするか。ここで選択しかい。いやでもヒナが見つかるわけにはいかないんだよな。開けよう。わかった、開けてやるよ。いやでも選択してるってことは開けない方がよかったのかな。俺の安全を保証しろ。いいだろう。本当かな。なんか紙面でなんか書類で交わした方がよかったんじゃないの。契約ちょろいもんだ。俺が怯えて服従したと思ってるな。とっておきの策があるとも知らずに。ほら開くぞ。奴らがゲートをくぐろうと俺に背中を向けた瞬間、その時は勝負だ。なんだ、何を持ってんだ。スケルトンを発見したい。篠原くんから先行手榴弾でもスケルトンを発見したい。排除せよ。巻き上げたのかな。突入開始。ダメです。あ、バカ。殺させない。ヒナ、ごめんなさい。何やってんだ。でも分かってる、何も言うな。私のこれダメっぽいな。シフを追いかけてください。ダメだ。どうしてですか。君も連れて行かなければ意味がないんだよ。あ、でもこれでよかったのか。さあ行こう。どっちでもよかったのか。はい、これでいいのか。タイムロック、あ、続く。いやでもダメそうだな。間に合わなかったか。これで俺の望みは。いや、まだ別の可能性もあるのか。もし仮に。いや、意味がないな。今更そんなこと。間に合わなかったとはどういうことだ。ユーリが死んで。いや、むずいぞ、これは。むずいけど、いろんなエンディングが見れて楽しい。東京消滅すると。これはタイムストップだよね。今の最後の選択肢か。止められない運命1。はい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 。ちょっと今の直近の選択肢変えてみるか。開けない方が良かったってことだよな、これ。俺、ゲートを開けろと脅迫され。ゲート開けろと脅迫され。ヒナの安全を考えるならゲートを開いて奴らを行かせてしまうことだが、さてどうするか。どう脅しても無駄だ。いや、でもそれ、残念だな。俺に脅しは強くない。ここにレッドショルダーが来てることがダメなんじゃないか。うべべ。野蛮だぜレッドショルダー。早く開けろ。俺のことは博士と呼べ。やれ。でも1だったからな。これ2になるんじゃねえか。エンディング。ヒナ黙ってられるかなこれ。お前スケルトンの仲間か。そんなわけないだろ。俺はあいつを止めに来たんだ。だったら俺たちの目的は一緒だ。お前だって死にたくはないだろう。さあゲートを開けろ。笑わせるな。お前らにあいつが止められるのか。なんだと。お前ら、あいつがやろうとしていることの本質を理解してるか。どういう意味だ。挑発してどうすんだよ。話したところでお前らの頭じゃ理解できんよ。ゲートを爆破する。準備を始めろ。突入後スケルトンを射殺する。だから話を聞いてなかったのかよ、お前たちじゃ。やめてあげて。カイ、あいつは天才だ。俺だって天才だが、天才を超える天才があいつなんだ。共同開発者とは言ったものの、俺はあいつの背中をずっと追いかけていた。
悔しい。あいつに対してそんな感情を持ったことなんてなかったさ。劣等感とかあんまりなそうだもんね、この人。神様に対して悔しいとか思ったりしないだろう。おお、もうそんなほどなんだね。もし悔しいと思うことがあるとするならば、それはあいつと張り合うのを諦めた俺自身に対してだ。あの天才が、ロストホールから18年間もかけて、この世界の成り立ちを解き明かしたんだ。お前らごときが邪魔できるもんじゃねえんだよ。あっ、うわっ。あいつはすごい。すごいが、間違っている。その間違いを止められるのは、背中を追いかけてきた俺しかいないんだ。貴様何を言っている。俺はもう諦めない。あいつと張り合ってみせる。天才を超える天才を、俺はさらに超えてみせる。こんな俺のことを父親として愛してくれた巫女のために。ヒナ、警察の方が民間人を暴行するなんて許されないことです。なんだお前は。ヒナ、目をつぶれ。おお、ナイス閃光弾。本当に閃光手榴弾だった。おお、行ったぜ。篠原君、最後の最後まで君は実に頼りになった。本当に閃光手榴弾だった。助かった。飛び出してきてくれて。君があそこに隠れたままだったら閃光弾を使うチャンスはなかった。君の無謀な勇気に乾杯だ。もう俺は動けない。君だけ先に行ってくれ。何言ってるんですか。一緒に行こう。博士がいないとダメでしょう。すまない。俊介さんを止めてくれるんでしょう。ああ、そして最後の大仕事は君に任せる。教えてくれませんか、その私の仕事について。なんだろうね。でも間違いなく鍵を握ってることだけは確かだもんな。あ、タイムストップなんだ。最後の大仕事、タイムストップなんだ。はー、タイムストップなんだな。